こんにちは、杉本秀美です。スナックとチャットです。すいとんです。は揚げと大根と人参と椎茸と鶏肉とあと大根の葉っぱを刻んで、もうお正月みたいですね。そうですね。羨ましいです。体も温まるうち、はい、私雑食性なんでないです。好きな食べ物、焼肉。あ、いいですね。若いですね。足です。18歳です。中学校時代から交際してて、遠距離交際してて、その彼のお兄ちゃん夫婦が結婚してたんで、一緒に海に行こうかって夏、それでその時に、まあ、そこで目覚められた。そうです。なんか最初だったんで、でもなんか好きだったから、はい、うん、かなりドキドキしましたけど。そうですか。ちょっと下品なんですけど、はい、数年前のことなんですけど、はい、まあ私ちょっとアルバイトでインド料理に行ってたんですね、はい、夕方か夜かけて。でそこの社長70代で、で終わるとなんか10分ぐらいいいって言うんですよ。でラッシー出してくれて、で話してるじゃないですか。ただ厨房においでって言うので、何するのかなと思ったら、パンツ脱いでって言うから、変態親父って。脱がれたんですか？え、脱ぎません。嫌ですよ、そんな。おいでと。そうです。社長は怒鳴ってばっかりいる人だ。ああ、そうですか。コックをお客さんの前で怒鳴ったりとか、私にも厳しかったから、レジもやってて、最後お金が1円あなかったらダメで、言い方がひどいから結構お客さんが言ってましたね。プリティーウーマンです。ジュリア・ロバーツが出ている主演で、はい、やっぱり娼婦が、はい、ある男性と知り合って一流のマナーを身につけて一流になっていくっていうところです。はい、そういう杉本さんにもそういう願望はあるんです、あったんですか？ありますよ。そうですか。今でも。はい。いいですね。なんか募集したらいいかもしれないですね。はい、募集します、ね、そうですね。ここで募集されても構いませんよ。はい。どなたか私を気に入った方がいらっしゃれば。はい。北斗の拳です。兄弟の方亡くなったんですけど、はい、その方と結構親しくしてもらってたんで。原作の方。そうです。はい、はい、原高夫さん、はいはい、亡くなりましたけど、はい、エコダに、スタジオマイビルってあって、だからすごく印象にあります。なんか行かれたりしたことはあるんですか、そこに？あ、しょっちゅう行くこと。あのスタジオ前ビルは、はい、原先生にコーヒーごちそうになってて。はい、ありますか。支え合い、すごいですね、支え合う、はい、はい、結構いろんな人に助けてもらいながら、もう若い時から主人がいないんで、はい、はい、猫を今まで3匹いたんですけど、はい、私は一回もお金を出してペットショップから買ってないで、はい、ノラちゃんの猫を、はいはい、そう、うちの子にして、この間一匹は鼻腔性癌って鼻の癌なんですけど、はい、それで2年半ぐらい行きましたけど、6月10日に今年の亡くなったんで、私も介護するのに全部仕事辞めて3年近く一緒にいました。あ、猫ちゃん。そうです。酸素ゲージの中にも完備したりとか、はいはい、病院も毎日だし仕事できないじゃないですか。で、まあここのとこで亡くなったんで、まあAV 業界にもちょっとお仕事をさせていただいてます。はい、ありがとうございました。いいえ。